ダッハウ裁判に出廷する、バイス・マルティン・ゴットフリート・バイスは、ナチス・ドイツのダッハウ強制収容所やノイ・エン・ガンメ、強制収容所などの所長を務めた人物。新衛隊の隊員であり、最終階級は、新衛隊中佐、バイエルン王国、バイデン・インデア・オーバープ・ハルツ出身。工学を学び、電気工学の学位を取得した。1926年に、 国家社会主義ドイツ労働者等に入党し、突撃隊とヒトラー・ユーゲントに参加。後に、新英隊に移籍した。1933年からダッフハウ強制収容所に、議士として勤めた。所長、ハンス・ローリッツやアレクサンダー・ピオルコースキーの下で、副所長に昇進した。1940年4月に、ノイ・エンガンメ強制収容所の所長に任命された。 さらに1942年9月からダッハウ強制収容所の所長に就任し、1943年10月まで在任した。1943年11月から1944年5月にかけてマイダネク強制収容所の最後の所長に就任し、マイダネクの撤収作業を指揮した。ダッハウ強制収容所所長、エドワルト・バイターが収容所を脱出すると、 バイスは再び署長として、ダッハウに呼び戻された。しかし、彼も数日後に脱出し、やがて、アメリカ軍によって逮捕された。戦後、アメリカ軍の設置したダッハウ裁判所の、ダッハウ裁判にかけられ、死刑を宣告された。1946年5月29日に、公死刑に処された。ありがとうございます。